構背中の疲れはまだ少しだけ残ってるのって足の疲れが上がってくることが多いので、足からしっかり緩めていきますね。はい。では今からが本番、頑張ってください。怖いやつですよね。はい。これぐらいの強さ。お、大丈夫そう。痛い。これはあの YouTube を皆さん見てる時の、あの痛さです。なるほど。なるほど。ほんまに痛いですよ。でこれ続けていくとそこまで痛くなくなっていくんですけどね。結構足むくむ人でしょ。めちゃめちゃむくみます。ですよね、うん、ですね。お仕事は立ち仕事、座り仕事？座り仕事です。お、座り仕事ですか。なるほど、なるほど。なので、まあ、初めにねちゃんと確認してるのはもう本当に痛いからなんですね。重さっていきますか。ここ。痛い。痛いね。これはね、腰痛によく効くところなんですね。面白いもんで、痛すぎると笑っちゃうんですよね。
やば。やばいですね。鼻水が出てきたっていうのはよく効いてる証拠です。あ、そうなんですね。はい、花粉症じゃなかったらね。ああ。